はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね、 インターネットセクターブル3倍 ETF のウェブルの特徴を徹底検証していきたいと思います。よろしくお願いします、えー。このチャンネルなんですが、事実に基づく合理的な投資判断につながるような参考情報を日々発信しておりまして、今回取り上げる商品に、すでに投資をしている方や、投資を検討している方はですね、確認として、えー、この動画を使っていただければと思いますし、えー、この商品について知らないよって方や、興味がないよって方もですね、手前味噌なんですが、一応投資だけ だけで、うううも参考になると思いいい。まますので、でよろしければ最後まで見ていってっくださいであとですね、え、リクエストを随時募集しておりまして、あの、どうせ作るんであれば、誰かが興味がある動画を作りたいと思ってますので、もしリクエストがあったらですね、遠慮なくコメント欄に書き込んでいただければと思います。そしてですね、今後の励みになりますので、もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。 はい。ではですね、まず基礎データからさらっていきましょう。今回ですね、取り上げる銘柄なんですが、ウェブルになりまして、正式な名称が、ディレクション、デイリー、ダウジョーンズ、インターネット、ブルサンバイ、シェアズ、ETF になります。上場した年が結構日が浅くて、2019年ですね。で、現在の上場市場は、ニューヨーク証券取引所となっております。で、今回ですね、見ていくものなんですが、まずはですね、銘柄単体での過去のパフォーマンスの検証をしていきます。でそれや った後にですね、マーケット全体、これ具体的にはベンチマークなんですけども、それとのパフォーマンスのと比較をしていきたいと思います。で、検証期間に関しては、2019年の11月7日からとさせていただきます。で、比較していくベンチマークですね。それがですね、S&P 500のインデックスファンドの SPY、あとですね、ナスダック100のとインデックスファンドの999。この2つを比較をしていきたいと思います。で、見ていくリターンの種類なんですけれども、リターンってこの3種類ございまして。 今回はですね、こちらの配当込みのリターンですね、こいつで見ていきたいと思います。 はい。では、まず結論から言っていきます。え、それぞれこんな感じになったんですが、え、まずはリターンですね。え、これはベンチマークよりも高かったです。で、お次にディスクなんですが、え、これはですね、ベンチマークよりも圧倒的に高かったです。で、投資効率を表すシャープレッシオ。え、これはですね、ベンチマークよりも低かったです。で、えっと、値動きの連動性を表す相関係数、え、これはですね、基本的に連動性は高いって形になりました。で、値動きの感濃度を表すベータって数値があるんですが、え、これはですね、非常に高かったです。 高かったで、す。え、リターンの独自性を表すアルファっていうのがあるんですが、え、これですね、え、対 SPY では出てないことはなかったんですが、ただこれ、え、対999では出ていないっていうふうな形になりました。え、それなので、え、投資前提としては、え、アメリカ株、え、で、特にはハイテク株ですね、え、これに対して、え、強気っていうふうな、 そういったスタンスが求められるんじゃないかなと思います。で、ここからですね、パフォーマンスを見ていくんですが、注意点二つありまして、まずですね、ここから見ていくパフォーマンスなんですが、これの再現性は保証されていないっていうふうなことをご留意ください。で、あとですね、今回の検証期間、非常に短くて2019年からなんですが、この検証期間を2000年とか1990年とか、要は長くしていくと、パフォーマンスが違ってくるかもしれないっていうふうなことをご留意ください。で,ではですね、以上を踏まえた上で、こ からデータを見ていきたいと思います。 はい。ではですね、早速やっていきましょう。えまずは銘柄単体でのパフォーマンスの検証、そこからやっていきます。で、ここの表に書いてあることなんですけれども、一応ですね、用語の解説が、この動画の概要欄のところに書いてありますので、そちらも参照していただければと思いますし、あとですね、僕の動画何回か見ていただいている方はですね、なんとなく見方がわかるんじゃないかなと思うので、そういった方はですね、え適宜、あの、一時停止ボタンを押していただいて、数字をじっくり眺めていただければと思います。え一応ですね、初めて見る方向けに で、まずですね、この1営業日間、ここから例にとって説明します。これはですね、2019年の11月7日から2021年の12月31日までの間で、この w e b ルの1営業日間の配当込みのリターンの個数というのが541個ありましたよという意味になります。これ言い換えるとですね、2019年から2021年までの間で、w e b ルを終わりでで買って、翌営業 営業日、一営業日後の終わり値で売るっていうふうな取引が、えっと、504、毎日繰り返したら、それが541回できましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、このうち57.30%で310回が1回平均で3.44%上昇。 で、42.70%に当たる231回が1回平均でマイナス3.86%下落。で、このウェブルの1営業日間の平均リターンというのは、プラス0.32%になってましたって意味になります。で、下行って標準偏差とあるんですが、 これはですね、一般的にリスクと呼ばれるものでして、意味合いとしてはリターンの振れ幅の大きさを示すものになります。それなので、これはですね、1営業日間のリターンの振れ幅、それが5.15%って意味で、これが具体的にはですね、ここの平均リターンの0.32%を中心に上下にプラらマイ5.15のリターンの振れ幅がありましたよって意味になります。で、下行ってシャープレシュはですね、投資効率を表すものでして、具体的にはリスクに対するリターンの獲得効率ですね、そいつを示す。 もになります計算式は平均リターンを標準偏差で割った数値になるんですがこのシャープルシオは数値が高ければ高いほど投資効率がいいつまりはリスクに対するリターンの獲得効率がいいっていう風うなそういった意味合いになりますで、最大リターンと最小リターンとあるんですがこれはですね1営業日間における最大リターンと最小リターンという風な意味なのでそれなので一番運が良かった人っていうのはこのウェブルに仮に100万円を投資したらばそれが1 一営業日後に大体124万円ぐらいになってましたよって形になりまして、で、一番運が悪かった人っていうのは、この Web に100万円投資したらば、それが一営業日後に大体73万円ぐらいになっちゃってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。とりあえずですね、これが一営業日間の説明で、ここの1ヶ月から今回2年まで、ここのところまで同じ方式で計算してあるんですけれども、 一応ですね、違いがわかるように、ここのですね、えっと、1ヶ月のところも説明しておきたいと思います。これはですね、2019年の11月7日から2021年の12月31日までの間で、このウェブルの20営業日間の配当込みのリターンの個数というのが522個ありましたっていう意味になります。こいつも言い換えると、2019年から2021年までの間で、終わり値で買って、で、20営業日後の終わり値で売るっていうふうな取引を毎日繰り返して 場合それが回で、きまましたよって意味になりますでこのうちににるる回回回回がが平平均均でで上昇下落でこのウェブルの2 0営予備間だいたい1ヶ月間の平均リターンというのは、プラス6.61%になってましたっていう意味になります。これはですね、要は100万円投資したらば、それが2 0 営業日後大体1ヶ月後いた月ににに平均ししてて万円ぐらななっままよ形りで、標準偏差は、1ヶ月間のリターンの振れ幅の大きさですね。それが6.61を中心に上下に振らマい23.12パーの振れ幅がありましたよっていう意味になります。で、シャープレッションに関しては、1ヶ月間のリターンの投資効率なので、これは 6.61÷23.12 で0.29っていうふうな形になっております。で、最大リターンと最小リターン。 こいつに関しては、20営業日間における最大リターンと最小リターンなので、なので、一番運が良かった人は、これに100万円投資したらば、それが20営業日後に、だいたい184万円になってたのに対して、一番運が悪かった人っていうのは、100万円投資したらば、それが20営業日後に、だいたい、この場合だと70 30万円ぐらいになっちゃってましたよっていうふうな、そういった見合いになります。とりあえず、これが1ヶ月間の説明で、同じ方式で2年まで計算してある形になります。 では、ここから外観していくんですけれども、ちょっとタームが短いので、細切れにはなるんですが、基本的にリターンはプラスになっていて、で、1年間のリターンなんかだと、平均して126.01%っていう,ふうな形なので、 それなので、要は、100万円投資したらば、それが250営業日後、つまりは1年後に平均して226万円になったっていうふうな形ですね。で、一番運がいいと、100万円投資したらば、それが1年後に620万円になっていて、で、一番運が悪いと、まあ残念ながらその回数が8回あったんですけども、100万円が大体86万円ぐらいになっちゃってましたよっていうふうな、そんな感じになります。で、えっと、2年間のリターンも一応見ていくと、これサンプルが42って言ってめちゃくちゃ少ないんですけど、 平均リターンがなので、なので万万円円が2年後にに平均してえっとっ、ね、一番運がいいと、100万円が2年後に374万円になっていて、で、えっと、一番運が悪くても、100万円が2年後に、だいたい215万円になってたっていうふうな、そんな感じだったみたいです。とりあえずですね、これが、銘柄単体でのパフォーマンスの検証でした。では、お次にやっていくのがですね、マーケット全体との 比較具体的には、アメリカ株のマーケット全体を表す えー、spy と999ですね、えー。こいつとの比較になります。ではまず平均リターンから比べていきましょう。えー、ここの赤い文字のところ、えー、これはですね、web の平均リターンをそれぞれのベンチマークの平均リターンで割った数値、それが記載してあります。で、これ見るとですね、まあ明らかに web の方がベンチマークに対してリターンが高かったっていうふうな、そういったことがわかるんじゃないかと思います。で、ここのですね、1年間のリターン、こいつで見ていくとですね、この期間 spy は 平均して33.04%のプラス。え、999に関しては、え、それより高い43.30%のプラスなので、え、それなので、えっと、SPY に投資してた場合には、え、1年後に平均して、えっと、100万円が133万円になっていて、999の場合は100万円が143万円になっていたんですが、え、ただ、え、その期間、え、ェブルに投資してた場合には、100万円が平均して1年後に226万円になってたって形なので、え、それなので、え、こから見てもですね、明らかにリターンが高かったっていうふうなことが、え、 わかかるんじゃないかないいと思いますで、お次に見ていくのがディスクの大きさですね。これも同じく赤い文字のところで、ウェブルのディスクをベンチマークのディスクで割った数値、これが記載してあるんですけれども。 こいつもですね、えっと、一目瞭然で、えっと、リターンは、ウェブルは、えっと、ベンチマークより高かったんだけども、ディスクに関しても、ウェブルは、ベンチマークよりも、全然高かったよっていうふうな、そういったことがわかるんじゃないかなと思います。で、このリターンとディスクの兼ね合い見ていくのがですね、このシャープレッシオってやつなんですけれども、これもですね、ウェブルと、ウェブルのシャープレッシオンを、ベンチマークのシャープレッシオンで割った数値、これが記載してあるんですが、これ見る限りではですね、ウェブルのシャープレッシオ、ン、つまりは投資 投資効率はベンチマークの投資効率よりも低かったっていうふな、そういったことがわかるんじゃないかなと思います。ここの、えっと、短日と1ヶ月、これに関してはまあ、そこまで、えっと、SPY の場合だと差はないんですけども、999で見た場合だと結構差がこの地点でついていて、でこの投資年数、こいつが長くなっていけば長くなっていくほどなんと長くなんですけれども、ここの投資効率が下がっていってるっていうふな、そういった形になると思います。でこれ全体的にどういうことかっていうと、要はウェブ ウェブルの方がベンチマークよりもリターン自体は全然高いんだけれども、ただ、それ以上にディスクを取りまくっているから、だから投資効率で見た場合、つまりはディスクに対するリターンの獲得効率で見た場合には、ウェブルはベンチマークよりも低くなってますよっていうふうな、そういった解釈になります。で、お次に見ていくのがですね、 この相関係数とディスク倍イズとベータっていう風な数値なんですけれども、この相関係数はですね、ベンチマークに対するウェブルの値動きの連動性、それを示すものになります。で、これで見るとですね、基本的にどちらのベンチマークに対しても強い純相関っていう風な形になっているので、それなので SPY に対しても999に対しても、このウェブルっていうのは値動きの連動性は高いよっていう風な、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、下行ってディスク倍イスとあるんですが、これは これはですね、さっき見た Web の標準偏差を、えー、とベンチマークの標準偏差で割った数値が記載してあるので、要はこれはですね、それぞれのベンチマークに対して Web がどれだけリスクを取っていたのか、それを示す指標になります。で、この相関係数とリスク倍率、こいつを掛け合わせてあげたのが、このベータっていうふうな数値なんですけれども、 これはですね、それぞれのベンチマークの値動きに対する、ウェブルの値動きの感濃度を示すものになっていて、それだけ言ってもわけわかんないと思うんで、一応例を挙げて説明すると、例えばなんですけれども、ここの1年間のところ、これ対 SPY でのベータ値っていうのが、この 0.61×7.26 で4.45となっております。これはですね、SPY が1年間で10%仮に上昇したとしたらば、ウェブルの方はっていうと、×4.45 で44.5%、 5上昇しますよと。 で、逆に、spy が1年間で10%下落したらば、ウェブルはかける4.45で44.5%下落しますよっていうふうな、これあくまで理論値なんで、必ずその通りになるとは限らないんですけども、そういった関係性を示しているのが、このベータっていうふうな数値になります。で、えっと、一方ですね、ここの999に対するベータ値は0.96かける7.40で7.1字となっているんですけども、これはですね、999が1年間で10%上昇したら、ウェブルは 71.1%上昇しますよと。ただ逆に、999が1年間で10%下落したらば、ウェブルはかける7.11で71.1%下落しますよっていうふうな、そういった関係性になります。ちなみにですね、これは1年間での感濃度だったんですけども、ここの2年間になってくると、 要は、えっと、ウェブルっていうのは、SPY の値動きに対して、2年間の値動きに対して16.51倍の動きをしますよと。で、999に関しては8.46倍の値動き感動度を示しますよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、このベータが示すとはですね、このウェブルって、マーケット全体と比較して、独自のリターンってあったのかなかったのか、 そういったことがわかるんですけども、それがですね、こちらのですね、えっと、ベータによるリターンと、アルファによるリターンという風なものになります。で、こっちのベータによるリターン、これがですね、ざっくり言うと、マーケット全体がたまたま好調だったから得られた分のリターンですね。それがベータによるリターンで、で逆にアルファによるリターンというのは、マーケット全体の値動きとは関係なく獲得できた、そのメーガーの独自の値動きによるリターン。それがアルファによるリターンというものになります。で、こっちのベータによる リターンこれの計算式はですね、それぞれのベンチマークの平均リターンに、それぞれのベンチマークに対するベータ値、つまりは感能度を掛け合わせてあげたものなので、 それなので、このベータによるリターンっていうのは、平均リ、マーケット全体の平均リターンがこれくらいで、で、それとの感濃度がこれくらいだったらば、じゃあ、えっと、これくらいのリターンが稼げて、えっと、叱るべきだよねっていうふうな、え、要は、えっと、感濃度を加味した、え、リドンリターンっていうふうな、そういった形になります。で、え、こっちのアルファによるリターンの計算式は、え、銘柄の平均リターンから、このベータによるリターンを差し引いたものですね。え、それがアルファによるリターンという形になるので、え、それなので、え、これはですね、え、感濃度を加味した、え、リドン リターンでは説明がつかない分のその銘柄のリターン、それがアルファによるリターンと思うに,になります。で、えっと、解釈だけ言っちゃうと。 え、このアルファによるリターンが、え、プラスなのであれば、え、その高は、え、あるんですけれども、え、一応、えっと、そのメーガーの、えっと、独自の値動きに乗って得られた分のリターン。え、つまりはこの場合は、え、数ある、え、アメリカ株の中から、えっと、インターネットセクターを選んで、しかもそれに3倍のレバレッジかけて、え、やった意味がありましたよ、っていうふうな、え、そんな形になるんですが、え、逆にですね、いくらこの平均リターンがプラスであっても、え、ここのアルファによるリターンが、え、マイナスなのであれば、え、それっていうのは、え、要は、えっと、独自の値動きではなくって、えっと、 リタがプラスだった理由っていうのは要はマーケット全体がたまたま好調だったからそのリターンを出したのであってこの場合は え、数ある銘柄の中からインターネットセクターを選んで、しかもレバレージ3倍かけて、やった意味ってなかったですよねと。で、マイナスだったらば、えっ、ー、と、むしろそれが足引っ張っちゃってましたよねっていうふうな、えー、そういった意味合いになります。で、ここの構成比率はですね、それぞれベータによるリターンとアルファによるリターン、それが平均リターンのうちの何パーずつを占めてるのか、それを示したのが、ここの構成比率になります。で、これで見ていくとですね、対 SPY では、単日から3ヶ月、こいつに関しては、 アルファによるリターンが、ほとんどスズメの涙程度なんですけども、一応プラスになっているので、それなので、対 SPY で見た場合には、このウェブルっていうのは、一応全体の大体3%から19%ぐらいは、独自の値動きによって得られた分のリターンっていうのは、ありましたよねっていうふうな形にはなるんですけれども、そもそも残りのですね、大体81%から97%ぐらいは、そもそもアメリカ株全体がたまたま好調で、しかもそれとの感濃度が高いから、そのくらいのリターンを出せたんですよねっていうふうな、 こういった解釈になっていて、で、それがですね、6ヶ月から2年、これになってくると、完全にアルファがマイナスに突っ込んでいるので、それなので、一応このウェブルって、SPY よりも全然リターンは高かったんですけれども、その理由っていうのは、要はたまたまマーケット全体がたまたま好調で、しかもリスク取りまくっていたから、マーケット全体よりも高いリターンを獲得できたのであって、本来であれば、 えっと、ここのベータによるターン分が獲得できていたはずなんだけれども、えっと、ただ、えー、それをインターネットセクター選んで、しかも、えっと、レバレージ3倍かけたことによって、えー、ここのアルファのマイナス食らっちゃってるから、だからここの、えっと、平均リターンに落ち着いちゃってますよっていうふうな、えー、そういった解釈になるんじゃないかなと思います。で、SPY はそんな感じなんですけども、えー、これ対999になってくると、えー、全タームで、えー、アルファがマイナスになっているので、えー、それなので、えー、この、えー、っと、ウェブルっていうのは、まあ、SPY で見た場合には、まあ、ここの単日から3ヶ月までは、え、一応、えー、ほとんど数 程度だけれどもアルファは出ていたんだけどもハイテク株全体で見た場合には、要は、ハイテク株市場がたまたま好調だって、好調で、しかもリスクを取りまくっていたから、だから高いリターンが獲得できただけであって、別にこのウェブルに投資した独自のリターンっていうのはありませんでしたよねと。逆にマイナスでしたよねっていうふうな、そういった解釈になるんじゃないかなと思います。で、お次に見ていくのはですね、こっちのですね、 えっと、SPY 上昇時、えー、および、えっと、999上昇時、えっと、下落時の、えっと、ウェブルの、えっと、リターンになるんですけれども、えー、今見たですね、ベータとアルファのリターンっていうのは、えー、あくまで理論値なので、なので、えっ、ー、と、実際にどうだったかっていうのがですね、なとも言えないところなんですが、えー、そいつを示したものになります。えー、では、まずですね、SPY 上昇時の平均リターンのところから見ていきましょう。えー、これはですね、SPY が上昇した時の、えー、各投資タームにおける平均リターンと、SPY が上昇した時の、えー、ウェブルの平均リターンです。 それが、示して、あります。ここのですね、例えば、20営業日、こいつを例にとって説明すると、SPY って、20営業日間のリターンがプラスだったときって、平均して3.94%の、リターンが出していたんだけれども、同期間でウェブルって、その3.39倍に当たる 13.、13.36%のリターンを出していましたよっていうふうな、そういった、意見合いになります。 で、ここでが1年間なんかになってくると、SPY が1年間で上昇したときって平均して33.04%のリターンだったんだけれども、 ただ、えっと、ウェブルっていうのは、同期間で、その3.81倍に当たる12、126.01%のリターンを出せてましたよっていうふうな、そういった解釈になります。で、えっと、次に見ていくのがですね、こっちの SPY の下落時の平均リターンですね。こいつを見ていくんですが、同じくですね、SPY が、えっと、この各投資タームにおいて、下落した時の平均リターンが上に書いてあって、で、下にはですね、その SPY が下落した時のウェブルの平均リターン、それが記載して、 あります。で、同じくちょっと20営業日とかで見ていくと。 これですね。SPY が20営業日間で下落した時の平均って、マイナス5.96%の損失だったんだけども、同期間でウェブルっていうのは、その3.29倍に当たる19.57%の損失を出してましたよっていうふうな、そんな感じになっていて。で、じゃあ一方ですね、ここに1年間だと、そもそも SPY が損失出してなかったので、えっと、ないっていうふうな形になっていて、遡れるのが9ヶ月のところ、これ SPY は平均してマイナス1.23%の 損失だったんだけどもただウェブルはっていうと同期間で30.76%のプラスっていう風なそれなのでここの赤い文字のところはですねまあ、実質的に意味をなしてないんですけども一応ですねこれがそういった解釈になりますでこれで見るとですね えっと、spy が上昇したとき、これは、えっと、明らかにウェブルの方が高いリターンを出していて、でですね、えっと、下落したときにはですね、ま、あどっちかっていうどっちかっていうと、えっと、ウェブルは spy よも、えっと、リターン自体は、えっと、結構、えっと、てか、損失は結構大きかったんだけども、ただ、えっと、6ヶ月と9ヶ月、これに関して言うと、spy が下落したときでも、えっと、ウェブルは、えっと、リターンがプラスだったっていうふうな、そういった形になっております。で、これが要は、えっと、アルファえっと、ベータとアルファで見たときと、えっと、実際 どで、えっと、じゃあ SPY はいいんですけども、じゃあ999の場合どうだったのか。え、それを見ていくとですね。じゃあ、上昇時、これ見ていくと、20営業日間で999って上昇したときは平均が5.73%のリターンだったんだけれども、ウェブルはっていうと、その2.79倍の15.99%のリターンでしたよと。で、えっと、1年間で見た場合だと、 えっと、999が上昇したときって 43.、43.30%のリターンだったんだけども、ウェブルはっていうと、その2.91倍である12、126.01%のリターンでしたよっていうふうな形になっていて、ここもですね、ウェブルは999が上昇したときよりも高いリターンを出しているっていうふうな形にはなっているんですが、じゃあ逆に下落したとき、これはどうだったのかっていうと、20営業日で見た場合には、999が20営業日間で下落したときには、平均して5.43%のマイナスだったんだけれども、ただ、 g るわっていうと同期間でその3.73倍に当たる20.28%の損失を出してましたよっていうふうなそんな感じになってるみたいですでこれ6ヶ月以降がですねブランクになっているのは要は999はこの6ヶ月、この2019年から2021年までの間で6ヶ月以降で損失を出してませんでしたよっていうふうな要はマイナスに突っ込むことがなかったですよっていうふうなそういった意味合いになるんですがそれなので遡れるのがここの3ヶ月ってところなんですが え、これ見るとですね、え、プラスの場合は、え、ウェブルは、えっと、999の2.71倍の、えっと、リターンを出していたんだけれども、ただ、え、下落した時には、え、ウェブルっていうのは、え、999の、え、その5.09倍の損失を出してましたよっていうふうな、え、そんな感じになっている、え、みたいです。え、それなので、えっと、一応、ベータとかで見た場合には、え、理論リターンでもを出せるんだけれども、え、実際に、え、SPUI 内視は、999が上昇した時、下落した時を見ていると、え、こんな感じになっていたので、なのでですね、え、ここも一応、参考情報として させていたただきましたとりあえず、これがベンチマークとの比較で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。え、こんな感じでですね、え、いろいろやっておりますので、え、リクエストとか質問とか、あと感想とかあったらですね、あの、どしどしコメント欄に書いていただければと思います。で、あとですね、重ねてになりますが、あの、今後の励みになりますので、えっと、いいねボタンですとか、あと、チャンネル登録ボタンですとか、え、そういったのを押していただけると、え、非常に嬉しいです。はい。というわけで、え、今回は以上になります。え、お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。